ショールーム配信中、MG ショールーム配信中、 OK ツイートできた口もリップも、あれあれ、あったあったあった、クシやばい、もうボサボサだし大変だわ、引っかかったわ、ちょっと待ってリップも濡らして、シェア来た、よかったです、メイク直しもしたいし、すっぴんやね、すっぴんじゃないんですよ実は、メイクはしてますよ、リップだけ取れました、だからリップだけ塗り、割れてるリップだけ、リップちょっと待ってメイク直し、メイク直しです、ポン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 メイク直しをさせて、ポン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 、おっちい雲塗ってしまいます、ポン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 、チュルンチュルン、リップだけちゃうやん、そう違かった、うん、今からメイク、いや普通にメイクしてるよ、あのラジオだったから、普通に配信するから塗り直してるだけですよ、かゆい、なんかさ花粉症ん、花粉でさここら辺さ荒れてんだよね、かゆい、今からお出かけですか、いや帰ってきたんです、今サンジャナイユが終わって生放送終わって帰ってきたんですよ、そうでショールーム配信するのでメイク直しをしました、あそうそう選抜組み合わせ決まったよね、ドキドキだね、どうしよう、今日前髪がさ調子悪いんですよ、本当にかゆい、ここ赤くなってる、あんま見えないかもだけど、できてるし、あ、かゆい、以前花粉本当に喉に、今喉にしか来てない、喉とここら辺かゆい、マジ喉、え喉に来る人どうしいない、来る人喉の奥がめっちゃかゆくなるの人いない、どうしいない、みんなさ目とかさ鼻が多いじゃん、以前喉なんだよね、めっちゃ喉かゆいんね、喉の奥めっちゃ、だからもうすぐさ花粉のさ薬飲む、そのさ何ていうのかな、さ上顎のさこう上顎をさベロでさ抱えていくとさ、ちょうどさその柔らかくなるところっていうの、なんか骨なのかな、なんかなくなるところあるじゃん、やらあそこが痒くなるの、そこの奥が痒くなるの、花粉症そう結構このでもうさしんどくなるから、もうそれなったらすぐさ薬飲む、そうそれからさここが痒くなったらさもうなんか全部がさダメになってくる、舌でめっちゃ痒いちゃう、分かる分かる分かる、水にだけかと思ってた、本当に同士がいてよかったわ、ね、かゆいんですよ喉が、花粉症本当に喉に来る、なんかアレルギーとかでも来る喉に、へえ、ルイボスティーがアレルギーかもしれない、そうなの、え、ネズもかゆい、ここ肌花粉だよね多分、本当に今年やめてほしい、かゆい、しかもなんか乾燥もすごくてさ、ボディクリームさ塗ってるのにもうカサ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 ですわ、かゆいもんカサカサでカサカサでかゆいんだよね、塗ってるのにボディクリーム、かゆくなったら塗ってるんですけど、こいつか
多分ヒートテックとかにもさ水分取られていくよね肌の。うん、時々目が痒くなるのも花粉症なんかな。時々だったら花粉症、どうなんだろう、もう花粉の影響じゃないやっぱ。ステロイド系点鼻薬がいいって雑誌に載ってたから今日から試すよ。レポよろしく。花粉症の人って目がずっとかゆい。人による目に来る人もいれば鼻に来る人もいれば全員みたいに喉に来る人もいるから。でも薬飲んだら花粉のその薬を飲んだら大丈夫、泉の場合はね。鼻の人が一番しんどそう。目もさたまに泉かゆくなるけどさ、目もマジ取って洗いたいってなる、かゆすぎて。ね、喉が本当に来るんだよね。うん、来週泉ちゃんに会えるから嬉しい、初握手だ。お、握手。スリーショットが黒役会の3人みたいだった。猫マのね、3年生あれでしょ、宇宙連れ去られた人でしょ、宇宙人ですから。生誕祭入りたい。あ、そうそう、生誕祭のね日程が3月18日に決まって、今応募受付中です。10日の23時59分までです。ぜひ皆さんお祝いしに来てください。応募してね。当たりますようにだね、本当に。休みが取れるかどうか。あ、でもなんかエゴサしたら見つけた、なんかそのトーク会からのあれがあるから、なんかどうしようって、いやそんなに休めるかなって言ってる人がちらほらいた。自分も申し込んでもいいの、私をちゃんと応援してくれるならいいですよ。ぜひ、応募しちゃダメな人はいないからね、ちゃんとコールとかしてください。当たった人はメンバー全員のコールをすごい大音量、大大きな声で、みんなのコール大きな声でしてほしい。有給取って生誕祭かな。有給ってさ何日連続で取れるん？そんなんか基本的にそんなそういうの経験したことないからさ、当たれば15から18まで泉ちゃん、お、泉ちゃんウィークですな。状況次第。時と場合によるんだ。確かに暇なさ
時期だったら取れるかもしれないけどさ、なんだっけ、なんて言うんだっけ、その忙しい時期、今は何時期なのか知らないけど、なんかそういう忙しい時期だと取れないよね連休って。そんな、年金は40日ある。そうなんだ。40日有給もらえるんだ。もらえるってこと？年で。それで自由に、自由にではないけど許可が下りればなんか使っていいよって感じ？繁忙期か。え、今は何期？今繁忙期なんですか？繁忙期と何期だっけ？反対。自分の仕事があるから休まない。大変。業種によるんだ。閑散期か。あ、そう、業種によるんだね。閑散期と繁忙期とかは。確かに、だってケーキ屋さんとかはさ、クリスマスとかが忙しいもんね。確かに。アイス屋さんはさ、夏が忙しいでしょ。確かに。年休は10日から始まるかな。家を見る。和菓子屋さんはいつだろう。和菓子屋さん正月じゃない？あ、違うか。なんかお正月ってやっぱなんかあれなんじゃない、おせちとかと一緒に食べるんじゃない、からんけど。アイドルはいつ、アイドルの繁忙期ですか？夏ですね。夏休み期間ですよ。はじめましてで話し変えたことたくさんあるのに1枚しか取らなかった自分が不服。まだまだ先がありますよ。3月23、3月24日の幕張メッセもありますし、その後も5月とか6月もあるので、名古屋でもまだまだチャンスはあるぜ。すみちゃんの繁忙期はね、まあ確かに、そう、夏はね、夏は忙しいです。がゴールデンウィークとかね、あと周年らへんじゃない、やっぱ SKE だと。なんか袖伸びた気がする。ここからさ、こうやって手入れてたらさ、こう入れてたらさ、なんかこっちだけちょっとさ、あのこの伸びた気がするの。ちょっと大きさ、そんなことないの。なんと45分か今。あ、目かゆい、ここ。 OK。アボトキシン4869飲んだ。飲んだからこんなちっちゃいのかな。飲んだからこんなちっちゃいのかな。うん、ニコ生みたいだけどバブだったね。え、最近めっちゃ言われるんだよね。なんでだろう。もう来週で24歳なのにな。コナンの映画楽しみ。サブスクでいつ出るかな。毎年さ、コナンの映画の時期になったらさ、サブスクにもさ、あの歴代の映画出てくるじゃん。いつからかな、4月かな。楽しみにしてるんだ。もしかして実は私、もしかすると
全部見直すな。見直しよう。見たいやつでもほぼ見る。いいな、コストコ行きたい。4月かな、楽しみ。サブスクさ、 Unext とアマプラとネットフリー入ってるんだけどさ、そうで、コナンはさ Hulu だからさ、そのHulu だけ、その他のサブスクはその去年のその映画は配信しないの。でも Hulu だけ去年の映画も配信してくるから、そのコナンのその時期だけ Hulu も入る。たくさん入ってるんだね。そうです。そうです。お姉ちゃんが入ってて、でそれのファミリープランみたいなやつで全部入ってる。から私は無料。泉は無料です。そうです、そうそうですよ。そう、別に泉は言ってないんだよ、入れてと思う、何も言ってないの。でも送られてきたの、見れるよって。そう、ルカさん卒業発表しちゃった。もう本当に寂しいっていうか、本当に寂しくて、あのルカさん大好きなノイズにね、本当に。だからてか8期ルカさんめっちゃ好きで、ルカさんってなった、本当に寂しい。LINE しようと思ったけどできてないから明日する。うわー、なんか来たぞ、犬が降ってきた。わー、ありがとう、ワンちゃん降ってきた。これタワーだよね、今こんなワンちゃんのタワーあるの。ありがとう。あれ、これ猫だ。あ、これか、ワン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 、ありがとうだワン。かわいい、ありがとうタワー。すごいね、今こんなワンちゃんのタワーとかあるんだね。本当に泉、いつまでたってもさ、あの本当のさ初期のさ東京タワーのイメージが強くてさ、ショールームのタワーってさ、すごいいっぱいあるんだタワー。タワー、
ワーが立ったわーってさ昔よく言ってたよね、タワー立った時昔そう、クマもなかった頃、本当にあの東京タワーしかなかった時ありがたわ、ありがとうございますひずりんは犬派でしたっけ。犬派だったんだけど猫の魅力にも気づいてしまって、猫のね魅力にも気づいてしまった私。めっちゃ可愛い、なんかよくね TikTok とかで猫も見る、犬も見るけど、なかなかもう分かんない、どっちが好き、両方好きって感じ。猫ヒームで気づいたのかな、いや違う違う、普通にね可愛いね猫ちゃんとかいるからね、見るとね可愛いってなる、なんかいいよね、なんかね伊豆井はなんかマンチカンとかが好き、あの足短いの可愛い、オスにカワウソ触れる店ができた、カワウソね触れたい、そう猫って本当に液体みたいなんだね。でも猫カフェとか行ったことあるから触ったことあるよ、抱っこしたことはないけど、猫カフェとか抱っこ禁止だからさ抱っこはしたことないけど触ったことはある。あとなんだっけ、ミヌエットみたいなやつも可愛い。マンチカンとミヌエットって何がどう違うんかがあんま分かれへんけど、猫アレルギーは大丈夫そうですか。うん、そんなあれじゃないから大丈夫ですよ。イズちゃんも最近は猫っぽいよ。でもイズに性格を犬か猫かで表すと多分イズに猫だと思うよ。あ、ミヌエットは毛長なんだ。イズにはなんか茶色っていうかなんかベージュみたいな色が好き。イズイのね推し猫、推し猫がいるんだけど、なんか TikTok とかで出てきてはこの子かわいいと思った推し猫がねいるんだけど、なんかコロモくんっていうね猫がいてね、かわいい、こういう色好き。ハチキは犬猫どちら飼ってるんだろう。犬の方が多いと思う。うん。あーでも、うん、犬の方が多いと思う。可愛いんですよ。猫なんかお手って可愛いよな猫って。ってて可愛い。そう、マンチカン手を押すと爪が出るの可愛い。キュイ。そっ、カホがねあれだもんね、猫でしょ。ミオも
猫とワンちゃん飼ってるでしょ。カラーく見せたきたけどね、ね、あ、寝てるのめっちゃ可愛くない。ね。モモンガも可愛い。モモンガね、さ、実物見たことない。見てみたい。買うとしたら、待って今何分？57分だ。買うとしたら猫犬両方？両方はないかもしれへん。どっちかだろうけど。分からん、どっちも可愛いから決められへん今。前だったら絶対犬って言ってたけど、どっちも可愛くて今決めれません。実家は犬だけど。以前ハムスター飼ってみたいと思ったことある。私は泉ちゃんを買います。泉ちゃんを買うのは至難の業だぞ。見た。あと2分だ。あと2分で切れてしまうわ。私を買うのは至難の業だぞ。ハムスター何匹かかかったけど全部逃げられた。そういうこともあるんだ。そっか、すばしっこいもんね。すばしっこいもんね、あのハムスターって。ということで、もうそろそろね終わりたいと思います。ありがとうございました。皆さん、3月23日と3月24日の幕張メッセのトーク会と握手会お待ちしてます。まだまだ残ってるのでね。皆さんお待ちしてます。それではありがとうございました。バイバイ。ありがとう。ありがとうね。それではおやすみなさい。